パス、はい、三浦瑠麗さんでございまして、そもそもは東京大学出身でございまして、2003年に東京大学の別の学部の先輩と学生結婚、現在は一人の子供と3人で暮らしているという、よく言う賢中の賢ということで、いやいやそれはね、それは前室で僕のことあんな下げすんだ感じで言いますよね。それはそうだなと思って、下げすんでました、下げすんでます、ね、ウーロン茶の減る量が早すぎる。このペースで飲み続けたら何杯いっちゃうんですか。それでも全然動じることなく、アホがなんか言うとるわ。この番組は普段スクープされる側の芸能人が個人の見解を話しに集まるワイドショー番組です。あの試合のビデオが流れて、私もでもなんか人のこと見るとあんまり泣かないんだけど、うん、泣いちゃうもんね。どういうこと、ピーコさんが泣くぐらいからよっぽどですよ。よっぽどじゃないと思うんですけど。三浦瑠麗さんお会いしたことあるんですか。あの大島ゆかりさんの結婚式で、はい、あのちょっと見たら、はい、なんかそのみんな祝辞言うじゃないですか、はい、で大島さんって、まあ、別にその、まあ、スケート界の、ね、貴公子と結婚されたわけで、スケートの人たちも普通になんかまるで出演者みたいに喋るんですけど、うん、まあなんていうか真央ちゃんだけはもう間を取ってもみんな待つんですよ。でとつとつと普通に喋るんです。だから私その時思ったのは、浅田真央ちゃんはずっと人生全部同じなんだと思って、うん、普通ちょっと変わったりするじゃないですか、うん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 、ここで感じとやっぱ楽屋の感じちょっと皆さん違ったりとか、だけど浅田真央ちゃんはそれないんですよね。でしかもオンとオフもないし、ないし、でしかも記者の人が、うん、なんかこうどうか答えたらいいか分かんないな問いを次々と投げるのに対して、今回の引退会見で、そうでいつもそうじゃないですか、うん、彼女には、うん、何でも答えてくれるからって、うん、連想ゲームみたいに、うん、仮にそれがちょっと変な答えでも、うん、とにかく答えようとするこの誠意、うんうん、もうちょっと頭下がりますよね。本当にすごいですよっていうことですけど、なんかね、はい、すごい好感度がやっぱり高い、うん、高いと思います、まあ、確かにね、ちょっと純粋な感じがするんですよね、はい、純粋な人がやるスポーツみたいなイメージがあるからかどうかわかんないですけど、うんうんうん、いいですよね、滑れば滑るほど好感度上がる、うん、我々も真逆ですからね。それ滑ると滑るまでは違いますけど、いやでも本当に一生懸命やればやるほどみんなが応援したくなるという、そうなんだ、子供の時からの V 残ってるのがあれ卑怯ですよね。あれあの14歳とか13歳で一生懸命ポーズ決めた時も、ね、そうそうそう、うん、で俺もデビュー当時のなんか公園で練習してる V とかたまにはもしあったら流したらね。ないないない、上がらないですよ、上がらないですよ。 PTA の会長ってすごく難しくて、僕なんかやったらどうですかって言われるのね。でなんでかっていうと、うん、暇そうに見えるんですよ。あの日中に時間がある人、あ見える、見える、まあ、そこあんまり忙しいですけどね。いやそれでね、あと土日に休みが自由に動かせるとか、うん、そういう人だから昔だったら自営業の人とかね、うん、その商店街の酒屋のおじさんとかがやってたんだけど、うん、そうだからこの保護者会の会長というのはどういう人か分かんないけど、昔だったらまあその地元に根ざした人結構なはずなんだけど、はい、だってこの人自分の子供いるんでしょ。そうです、ピーコさん、これ逮捕された男の子供も、同学年だということですけど、だから私もその聞いて、うん、あのまず、まあ、子供には罪がないわけだから、うん、子供さんはかわいそうだと思ったのね、うん、でよもやそのそんなに毎日子供のこと面倒見てる人がどういう目でその子供をそのああの通ったり送ったりするとかそういうことをしている目の前に撮ってる子のことをどういう風な目でいつも見てたかっていうのを考えるとちょっと怖い気がする、三浦瑠麗さんもお母さんで、そうなんです、うちの子は一応5歳で、はい、まあ、もうすぐ6歳ですけどね。どういうふうに言ってますか、その例えば知らない男の人とかはね、うん、大人に声かけられてもついていたらダメですよとか、
それはね言ってますけど、うん、ただもうまだ保育園なので、うん、もう言ってみれば私がついてない時ないですよね、うん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 、先生たちと公園に遊びに行く時とかっていうのは、はい、不審者が出たとか港区で出ると必ずこう来るんですよ、メールが。1日何件変質者出たか分かるんです。で、毎日変質者が出たよメールが来るんです。すると逆に何じゃん、毎日変質者がいるってことですか。そうですよ、お菓子あげるとかじゃなくても、じゃなくていろんな場所で、それは港区のニュースとして、あの区の区役所です。変質者って言っても例えば声をかけられたとか、うん、遊んでいたら声をかけられたとか、その程度ですよ別に、その性犯罪の有無じゃなくて、うん、そういう情報は出ます。でも例えば本当に下半身露出して歩いてるとか、うん、そういうケースも混じってるので、はい、だからその、うん、かなり有罪感のあるものっていうのも、うんうんうん、あるね、含まれてますもんね。含まれてるんです。だから普通にあると思わないとということですか。いやだから、はい、なんで、いやあのね、だからね、捕まるに決まってるやんか、うん、なんで捕まるやん絶対こんなことしたら、うん、なぜわからないんだろうか、この容疑が正しければということですよね。いやだからこういうのはよく僕わかんないですけど、こう狼男みたいなやついるんでしょ。で普段は普通のおっさんなんですけど、うん、満月見たら変わってしまうような人ってやっぱりいるんですよね、きっとね、うん、だから満月じゃない時にどっか行ってほしいわ、もうな、うん、満月の前にな、何かその事件が起こる前にね、うん、起こる前にな、もう自分で多分狼男なことは分かってると思うんです。アメリカは無敵艦隊を送り込んでいる。空母よりもさらに強力な潜水艦がある。これが私の言えることだ。我々に手出しするものに超強硬で立ち向かい、自分の突き進む道を行く。核ミサイルの開発を進める北朝鮮問題をめぐり、トランプ政権が原子力空母を朝鮮半島周辺に派遣。各国に緊張が高まっています。トランプ政権は先日、シリアのアサド政権が化学兵器を使用したとして攻撃を断行。トランプ氏は北朝鮮への単独行動も辞さない構えを見せ、北朝鮮に影響力のある中国への圧力を強めています。これに対し中国の習近平国家主席は、米中首脳会談からわずか4日後、トランプ氏と電話会談を行い、抑制的な対応を求めるなど危機感を募らせており、国際社会が今その動向に注目しています。ミルルリさん、はい、本当にちょっと危ないんじゃないかなという。あ、そうですか。でもルリさん的にはまだ大丈夫だということですか。あの一番まずいのは、はい、この3人の中で、うん、一番ちょっと狂気をうちに秘めているキム・ジョンウンさんが暴発して先制攻撃してくるのが一番怖いです。そうですね、ソウルであったりとか、うん、日本 の、 その米軍基地とかってことですよね、はい、そうですね。でそれはもう自分が殺されるんだったら、はい、先に先制攻撃しろっていうふうに、まあ、独裁者はそう思いがちなので、うん、本当に怖がってたら撃ってきますよね、うん、でその状況って私そのスリルをここ数年ずっと感じてかなり怖がって生きてるので、うん、だからなんで今更こんななんていうことになっ報道が、うん、だから報道がねなんかおかしいんですよ。ミサイル撃つたびに、うん、ちょっと待ってください、北朝鮮核武装したらどうしますかとか言われるんですけど、うんうん、いやそれね3ヶ月前に同じミサイル実験した時に、うん、あなたの番組に出て、うん、でそこでもうあの核武装してますって言いましたけどっていう、うん、そういう感じなんですよ、うん、だから分かってないんですが、うん、北朝鮮っていうのはもう核武装してるんですね、うん、だからそれを正面から受け止めてないのが逆に言うとアメリカ で、うん、で中国が何かしてくれるだろうっていうふうに結構楽観的に思ってるんですよね、はいはい、で新しい政権なのでまだ中国っていうのも北朝鮮コントロールできないところってこと分かってなくて、必ず新しい政権って到着するととりあえず目標高く持って、じゃあ攻撃計画あるのかとか、これ新しい政権だとこれトランプ政権のことですよね。トランプ政権が新しくなったから中国に対していろいろ初めてのことですから、うん、やっぱ
志高くいろんなことを要求する、うん、そうです。なんか、まあ、歴代政権みんなそうで、うん、最初に政権に乗り込んでくると北朝鮮を武力でその、まあ、なんですか、体制転換するプランがないと不安になっちゃうんですよ、うん、とりあえずプラン作っとけと、うん、でプラン出してきました、うん、それ10年前のプランで核兵器使うプランじゃないですみたいなプランが出てくると結構怒っちゃって、なんでうちは核兵器持ってるのに使わないんだとか言って軍に指示を出すわけです。だから今その試行錯誤の過程にここ半年1年はありますね。ああそうですか、ね、そう毎回やるんですよこういうこと。今後核実験をなんかするとかいう話もあるじゃないですか、はい、どう思われますか。するそれでもすると思われますか。まあするでしょうね。するし別にもう5回核実験してるから核保有は完成してはいるので、はい、うん、次は第二撃能力って言って、まあ、仮に核で攻撃されても他の場所に隠し持っといた核で反撃できる能力というのは北朝鮮今10年15年で身につけようとしてますから、ね、あの第二撃能力はこれから完全になるのがあと10年15年ですね、うん、じゃあでもある意味タイミングとしてはもう本当ここしかないという考え方もできるわけですね。あ、もう過ぎちゃいましたそれ。そんな、そうなんですか。でもなんか核実験したらもうアメリカはその迎撃しますよっていうふうに。それはね嘘ですね。嘘。いや、 やってもいいけど、そしたら我々あれですよ、我々核攻撃受けますけど、はい、それしないでしょう。ただ、うん、アメリカ人のまずいところはあの人たちね楽観的な思考があって、うん、ね、中国はサボってるだけだと思ってるんですよ、うん、中国は強く言えば言うことを聞く、じゃあこうね空母だ撃軍を送れとか、はい、別にいいんですけど中国すらも北朝鮮どうにかするかはできるか分かんないですよね。コントロールできないんですもんね、まあ、結構ね大きいんですよそれは。いやでもだってね、もし中国がきあのそのコントロールしてねその経済を封鎖してしまったらね、これそれこそ北朝鮮はもうどうしようもなくなるわけじゃないですか、うん、どうしようもなくなったところ行き着く先は自分からどっかに、まあもう品がもろともじゃないけども自暴自棄になる、行くしかなくなるわけでしょ、うんうん、だから中国が本腰を入れて経済制裁をやった時にじゃあそれで金正恩が改心してあ分かりましたってこう気をつけますってやるかってやらないわけじゃないですか、うん、それでほっといたらでもこのままの状態でいったらどん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 その核開発が進んでってあの弾頭が小さくなって数が増えてミサイルがいろいろボコボコできてっていうことはもう確実に進んでいくわけじゃん。でもさ、はい、一番初めのところから言うと、うん、金正恩になってから、はい、あのいろんなことしてるけどアメリカと直接話をしたいと言ってたわけでしょ、ね、でトランプだってハンバーガー食べながらしようよっていうことを言ってたんだから、うん、こんなに急激にこんなことしないでまずどっちかが、まあ、アメリカが行くかあの北朝鮮があのアメリカに行くかどうかだけど、うん、そういう話し合いには持ってはいかない。米朝首脳会談という、うんうん、行った方がいいと思いますよ、うん、とりあえず脅しといて、はい、その後話そうっていう腹なんでしょうけど。あ、そう、トランプだからね。でも北朝鮮とすると米朝首脳会談っていうのは本当にしてほしい、本当にしてほしいんですけど、で脅してる間に暴発しちゃったら、ね、はい、でもビビりすぎさすと怖いですよね、うん、このジョンウンさんをね、うん、定員オーバーで強制退去、ユナイテッド航空に批判。アメリカユナイテッド航空がすでに搭乗を済ませていた乗客を強制的に降ろし批判を浴びています。騒ぎはアメリカ国内便でのこと。ユナイテッド航空はこの便の予約を定員以上に受け付けたために座席が足りなくなり、コンピューターで無作為に選んだ乗客4人に対し保証金を提示し便の変更を求めました。しかし1人のアジア系男性がこれを拒否したため駆けつけた係官らに通路を引きずられて降ろされる事態に。空いた座席に座ったのはユナイテッド航空の職員でした。この動画は SNS で瞬く間に拡散し、ユナイテッド航空の強引な対応に批判が殺到。 CEO は全ての乗客に深く謝罪すると声明を発表しました。
さあこちらのニュースでございますけれども、三浦瑠麗さん、はい、これ海外のこういうの多いんですかね。あの飛行機でこういうの見たことないですけど、はい、オーバーブッキング、あ、オーバーブッキング、うん、オーバーブッキングはよくありますよね。結構ねアナウンスしてますもんね、うん、だけど飛行機でこんな実力行使で、はい、そうなんか乗った後に引きずり下ろすっていうのは聞いたことないし、うんうん、だけどあの感じ見ると、まあ、田舎でね、うん、なんかちょっと言うこと聞かなかったからって車から引きずり下ろされるなんて日常茶飯事だから、まあ、逆に言うとこうやってスマホで撮れるような状況下で、うん、しかもすごい都会的な人を混じった空間で行われちゃうと、うん、これだけ衝撃だけど、まあ、よく最初のね私ちょっとびっくりして怒ったんですけど、うんうん、よく考えてみたらまああるかなって思ったので、いやあれ人種差別みたいなところってなんか言われてます、まあ、アジア系の人なんですよね、コンピューターでね、アジそう人種差別っていうかやっぱりその人種見て選んでるって考えた、いやあだから降ろされたからもうコンピューターで選ばれたと思ってないわけですよ、自分がチャイニーズ系だからアメリカンだから引きずり押さえたんだっていう風に叫んでたらしいし、でそうするともうこう意地でも動かないみたいな非合理的な行動に出るので、当然アメリカでは最後ああいうことになっちゃうんだと。さあ吉見さん、吉見さんはいや僕でも飛行機よく乗るじゃないですか、はい、あるけど、でもやっぱり乗る前に解決してないっていうのは全くわけがわかんないよね。機内に入って帰るんだね、だって降ろすって大変なことで、今度降りたらそれで荷物を探してまた降ろしてってどん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 広げ出してもらえるわけじゃないですか、時間どんどんかかるしね。だからただそのまあその約款みたいなのにそのいっぱいで降りてくださいって言われた時には降りなきゃいけないっていうのがあるわけじゃない。そうするとその例えば乗客は、ね、いい客、まあ、例えばファーストクラスの人間は降ろさないだろうとこう言って、それと同じエコノミーでもその切符のランクが今あるじゃないですか、うん、そしたら今度同じ切符のランクの中でじゃあ搭乗順で下位から引くとかね、そういうの説明してもらうとまだ分かりやすいかもしれないし、うーんねえでも どうなんでしょう、だからあの4人ですよ、4人で、はい、4人下ろして 4人従業員、職員、空港職員、はい、でしょ、はい、まあ、こう行かなければいけない事情があったんでしょうね。だからこの、うん、僕は思うんですけど、この CA をやったらいいんですよねこの職員が、職員が、あーなるほどなるほど、サービスで CA のそのサービスもちゃんと訓練しといて、こういう時はこいつらが CA やったらいいんですよ。なるほどなるほど、嫌やけどね、こんな汚いおっさんに何か渡されるの、汚いおっさんで勝手に決めてますけど、そうそうそう、普段からそういうトレーニングしててっていう方がと僕は思いますけどね、はい、なんで空港会社でやりくりせよっていう話なんでしょ。そういうことです、そういうことです。これはルイさん間違ってます、いやまあ間違ってじゃない、間違ってはないけども相当鼻で笑ってますよ、ね、絶対に自分が選ばれたら嫌じゃないですか、乗客の気持ちになったらなんで自分がと思うよね。絶対思います、こんなたくさん乗ってる中で、うん、なんで俺やねっていう。でも日本人だったらそういう契約約款に入っててそういう風にコンピューターで抽選したら結構僕らだったらしょうがねえなって降りるんじゃない。まあまあ、でもなんか対応で降ろす時の対応が多分アメリカ人最初から荒っぽいんですよ。あもうあなたこう選ばれましたからコンピューターでも多分言わないで あなた選ばれました、いいえちょっと待ってくださいよみたいなこう会話で何とかしたいけどもう無理やりやからってことでいいってなったと思うんですけど、いいですね、パイロットの横のとことかに座られへんのかいな、最悪ちっちゃい椅子みたいなの持ってきたですねミラルーさんがもうアホアホアホ2人ぐらいがいけるでしょちっちゃい椅子で、ね、なんでいつもちょこちょことそういう解決策を求めちゃうみんな祝辞言うじゃないですか、はい、で大島さんって、まあ、別にその、まあ、スケート界の、ね、貴公子と結婚されたわけで、だからスケートの人たちも普通になんかまるで出演者みたいに喋るんですけど、うん、まあなんていうか真央ちゃんだけはもう間を取ってもみんな待つんですよ、でとつとつと普通に喋るんです。だから私その時思ったのは浅田真央ちゃんはずっと人生全部同じなんだと思って、うん、普通ちょっと変わったりするじゃないですか、うん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 、ここで感じとやっぱ楽屋の感じちょっと皆さん違ったりとか、
だけど浅田真央ちゃんそれないんですよね。でしかもオンとオフもないし、ないし、でしかも記者の人が、うん、なんかこうどうか答えたらいいか分かんないな問いを次々と投げるのに対して、今回の引退会見 でいつもそうじゃないですか、うん、彼女には、うん、何でも答えてくれるからって、うん、連想ゲームみたいに、うん、仮にそれがちょっと変な答えでも、うん、とにかく答えようとするこの誠意、うんうん、もうちょっと頭下がりますよね本当にすごいですよっていうことですけど、なんかね、はい、すごい好感度がやっぱり高い、高いと思います、まあ、確かにね、ちょっと純粋な感じがするんですよね、はい、純粋な人がやるスポーツみたいなイメージがあるからかどうか分かんないですけど、うん、いいですよね、滑れば滑るほど好感度上がる、うん、我々真逆ですからね、滑ると滑るまでは違いますけど、いやでも本当に一生懸命やればやるほどみんなが応援したくなるという、そうなんだ、子供の時からの V 残ってるのがあれ卑怯ですね、あれ14歳とか13歳で一生懸命ポーズ決まってる時も、ね、そうそうそう、うん、で俺も俺デビュー当時のなんか公園で練習してる V とかたまにもしあったら流したらね、ない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 ですよ、あげないですよ、ね、PTA の会長ってすごく難しくて、僕なんかやったらどうですかって言われるのね、でなんでかっていうと、うん、暇そうに見えるんですよ日中に時間がある人、見える、見える、あんまり忙しいですけどね、いやそれでね、あと土日に休みが自由に動かせるとか、うんうん、そういう人だから昔だったら自営業の人とかね、うん、その商店街の酒屋のおじさんとかがやってたんだけど、うん、それだからこの保護者会の会長というのはどういう人か分かんないけど、昔だったらまあその地元に根ざした人結構なはずなんだけど、はい、だってこの人自分の子供いるんですよ。そうです、ピーコさん、これ逮捕された男の子供も、同学年だということですけど、だから私もその聞いて、うん、まず、子供には罪がないわけだから、うん、子供さんはかわいそうだと思ったのね、うん、でよもやそんなに毎日子供のこと面倒見てる人がどういう目でその子供をその通ったり送ったりするとか見てたかっていうのを考えるとちょっと怖い気がする。三浦瑠麗さんもお母さんで、そうなんです、うちの子は一応5歳で、はい、まあもうすぐ6歳ですけどね。どういうふうに言ってますか、その例えば知らない男の人とかはね、うん、大人に声かけられてもついていたらダメですよとか、うん、それはね言ってますけど、うん、ただもうまだ保育園なので、うん、まあ、言ってみれば私がついてない時ないですよね、うん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 、だ先生たちと公園に遊びに行く時とかっていうのは、はい、不審者が出たとか港区で出ると必ずこう来るんですよ、うん、メールが1日何件変質者出たか分かるんです。で、そういうふうに毎日変質者が出たよメールが来るんです。すると逆に毎日変質者がいるってことですか。そうですよ、お菓子あげるとかじゃなくても、じゃなくていろんな場所で、それは港区のニュースとして、あの区の区役所です。変質者って言っても例えば声をかけられたとか、うん、遊んでいたら声をかけられたとかその程度ですよ、別にその、うん、その性犯罪の有無じゃなくて、うん、そういう情報は微妙です。でも例えば本当に下半身露出して歩いてるとか、うん、そういうケースも混じってるので、はい、だからその、うん、かなり有罪感のあるものっていうのも、うん、あるかな、含まれてますもんね、含まれてるんです。だから普通にあると思わないとということですか。いやだから、はい、なんで、いやあのね、だからね、捕まるに決まってるやんか、うん、なんで捕まるやん絶対こんなことしたら、うん、なぜわからないんだろうか、この容疑が正しければということですよね。いやだからこういうのはなんよく僕わかんないですけど、こう狼男みたいなやついるんでしょ。で普段は普通のおっさんなんですけど、うん、満月見たら変わってしまうような人ってやっぱり いるんですよね、きっとね、うん、だから満月じゃない時にどっか行ってほしいわ、もうな、満月の前にな、何かその事件が起こる前にね、起こる前にな、もう自分で多分狼男なことは分かってると思うんです。ね、アメリカは無敵艦隊を送り込んでいる。空母よりもさらに強力な潜水艦がある。これが私の言えることだ。我々に手出しする者に超強硬で立ち向かい、自分の突き進む道を行く。核ミサイルの開発を進める北朝鮮問題をめぐり、トランプ政権が原子力空母を朝鮮半島周辺に派遣。
各国に緊張が高まっています。トランプ政権は先日、シリアのアサド政権が化学兵器を使用したとして攻撃を断行。トランプ氏は北朝鮮への単独行動も辞さない構えを見せ、北朝鮮に影響力のある中国への圧力を強めています。これに対し中国の首相旦那下げすんだ感じで見ますかね。それはそうだなと下げすんでました下げすんでま す, ね、ですウーロン茶の減る量が早すぎる。このペースで飲み続けたら何杯いっちゃうんですか。それでも全然動じることなくアホがなんか言うとるわ。この番組は普段スクープされる側の芸能人が個人の見解を話しに集まるワイドショー番組です。あの試合のビデオが流れて、私もでもなんか人のこと見るとあんまり泣かないんだけど、うん、泣いちゃうもんね。どういうことさんが泣くぐらいからよっぽどですよ。よっぽどじゃないと思うんですけど。三浦瑠麗さんお会いしたことあるんですか。大島ゆかりさんの結婚式で、はい、あのちょっと見たら、はい、なんかそのみんな祝辞言うじゃないですか、はい、で大島さんって、まあ、別にその、まあ、スケート界の、ね、貴公子と結婚されたわけ で,、はい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 、でだからスケートの人たちも普通になんかまるで出演者みたいに喋るんですけど、うん、まあなんていうか真央ちゃんだけはもう間を取ってもみんな待つんですよ。でとつとつと普通に喋るんです。だから私その時思ったのは、浅田真央ちゃんはずっと人生全部同じなんだと思って、うん、普通ちょっと変わったりするじゃないですか、うんうんうん、ここで感じとやっぱ楽屋の感じちょっと皆さん違ったりとか、だけど浅田真央ちゃんはそれないんですよね。でしかもオンとオフもないし、ないし、でしかも記者の人が、うん、なんかこうどうか答えたらいいか分かんないな問いを次々と投げるのに対して、今回の引退会見 で, そうでいつもそうじゃないですか、うん、彼女には、うん、何でも答えてくれるからって、うん、連想ゲームみたいに、うん、仮にそれがちょっと変な答えでも、うん、とにかく答えようとするこの誠意、うんうん、もうちょっと頭下がりますよね。本当にすごいですよっていうことですけど、うん、なんかね、はい、すごい好感度がやっぱり高い、うん、高いと思います、まあ、確かにね、ちょっと純粋な感じがするんですよね、はい、純粋な人がやるスポーツみたいなイメージがあるからかどうかわかんないですけど、うん、いいですよね、滑れば滑るほど好感度上がるって。我々も真逆ですからね。滑ると滑るまた違いますけど、いやでも本当に一生懸命やればやるほどみんなが応援したくなるという。そうなんだ。子供の時からの V 残ってるのがあれ卑怯ですね。あれあの14歳とか13歳一生懸命ポーズ作ってた時、俺も俺デビュー当時のなんか公園で練習してる V とかたまにもしあったら流したらね。ないね、ない。上がらないですよ、上がらないですよ。PTA の会長ってすごく難しくて、僕なんかやったらどうですかって言われるのね。でなんでかっていうと、うん、暇そうに見えるんですよ。のニュースとして、あの区の区役所です。弊社って言っても例えば声をかけられたとか、うん、遊んでいたら声をかけられたとか、その程度ですよ別に。その、うん、その性犯罪の有無じゃなくて、うん、そういう情報は微妙な。でも例えば本当に下半身露出して歩いてるとか、そういうケースも混じってるので、はい、だからその、うん、かなり有罪感のあるものっていうのも、うん、あるかな、含まれてますもんね。含まれてるんです。だから普通にあると思わないとということですか。いやだから、はい、なんで、いやあのね、だからね、捕まるに決まってるやんか、うん、なんで捕まるやん絶対こんなことしたら、うん、なぜわからないんだろうか、この容疑が正しければということですよね。いやだからこういうのはよく僕わかんないですけど、こう狼男みたいなやついるんでしょ。で普段は普通のおっさんなんですけど、うん、満月見たら変わってしまうような人ってやっぱりいるんですよね、きっとね、うん、だから満月じゃない時にどっか行ってほしいわ、もうな。満月の前にな、何かその事件が起こる前にね、起こる前にな、もう自分で多分狼男なことは分かってると思うんです。アメリカは無敵艦隊を送り込んでいる。空母よりもさらに強力な潜水艦がある。これが私の言えることだ。我々に手出しするものに超強硬で立ち向かい、自分の突き進む道を行く。各
ミサイルの開発を進める北朝鮮問題をめぐり、トランプ政権が原子力空母を朝鮮半島周辺に派遣、各国に緊張が高まっています。トランプ政権は先日、シリアのアサド政権が化学兵器を使用したとして攻撃を断行。トランプ氏は北朝鮮への単独行動も辞さない構えを見せ、北朝鮮に影響力のある中国への圧力を強めています。これに対し中国の習近平国家主席は、米中首脳会談からわずか4日後、トランプ氏と電話会談を行い、抑制的な対応を求めるなど危機感を募らせており、国際社会が今その動向に注目しています。ミラルーリさん、はい、本当にちょっと危ないんじゃないかなという、うん、ああそうですか。でもルーリさん的にはまだ大丈夫だということですか。あの一番まずいのは、はい、この3人の中で、うん、一番ちょっと狂気をうちに秘めているキム・ジョンウンさんが暴発して先制攻撃してくるのが一番怖いです。そうですね、ソウルであったりとか、うん、日本 の, その米軍基地とかってことですよね、はい、そうですね。でそれはもう自分が殺されるんだったら、はい、先に先制攻撃しろっていうふうに、まあ、独裁者はそう思いがちなので、うん、本当に怖がってたら撃ってきますよね。三浦瑠麗さんでございまして、そもそもは東京大学出身でございまして、2003年に東京大学の別の学部の先輩と学生結婚、現在は一人の子供と3人で暮らしているという、よく言う賢子中の賢子ということで、いやいやそれはね、それは前室で僕のことあんな下げすんだ感じで見ますかね。それはそうだなと思って下げすんでました。下げすんでます。前室ね、ウーロン茶の減る量が早すぎる。このペースで飲み続けたら何杯いっちゃうんですか。はい、それでも全然動じることなく、アホがなんか言うとるわ。この番組は普段スクープされる側の芸能人が個人の見解を話に集まるワイドショー番組です。あの試合のビデオが流れて、私もでもなんか人のこと見るとあんまり泣かないんだけど、うん、泣いちゃうもんね。どういうこと、ピーコさんが泣くぐらいからよっぽどですよ。よっぽどじゃないと思うんですけど。三浦瑠麗さんお会いしたことあるんですか。あの落ち目ゆかりさんの結婚式で、はい、はい、あのちょっと見たら、はい、なんかそのみんな祝辞言うじゃないですか、はい、で大島さんって、まあ、別にその、まあ、スケート界の、ね、貴公子と結婚されたわけで、だからスケートの人たちも普通になんかまるで出演者みたいに喋るんですけど、うん、まあなんていうか真央ちゃんだけはもう間を取ってもみんな待つんですよ。でとつとつと普通に喋るんです。だから私その時思ったのは、浅田真央ちゃんはずっと人生全部同じなんだと思って、うん、普通ちょっと変わったりするじゃないですか、うんうんうん、ここで感じとやっぱ楽屋の感じちょっと皆さん違ったりとか、だけど浅田真央ちゃんはそれないんですよね。でしかもオンとオフもないし、ないし、でしかも記者の人が、うん、なんかこうどうか答えたらいいか分かんないな問いを次々と投げるのに対して、今回の引退会見 でいつもそうじゃないですか、うん、彼女には、うん、何でも答えてくれるからって、うん、連想ゲームみたいに、うん、仮にそれがちょっと変な答えでも、うん、とにかく答えようとするこの誠意、うんうん、もうちょっと頭下がりますよね。本当にすごいですよっていうことですけど、なんかね、はい、すごい好感度がやっぱり高い、高いと思います、まあ、確かにね、ちょっと純粋な感じがするんですよね、はい、純粋な人がやるスポーツみたいなイメージがあるからかどうか分かんないですけど、うんうんうん、いいですよね、滑れば滑るほど好感度上がる。我々真逆ですからね。その滑ると滑るまた違いますけど、いやでも本当に一生懸命やればやるほどみんなが応援したくなるという。そうなんだ。子供の時からの V 残ってるのがあれ卑怯ですよね。あの14歳とか13歳一生懸命ポーズ決めてる時、ね、そうそうそう